はい、皆さんお待ちどうさまでした。おはようございます、こんにちは、というわけで同時視聴配信ミルアカリモートライブでございます。井上真です。そしてノーミルク佐藤です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ランチタイムでございますが、皆さんご飯食べましたでしょうか。ということで今日は YouTube でやるということですね。こちらの映像の通りですが、はい、鹿島アントラーズ公式に皆さん行っていただいて映像を探していただきたいと思います。その同時視聴配信で声を合わせていきたいと思います。途中でね、時間調整なんかもタイム合わせていきたいと思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。鹿島の YouTube 今検索中でございます。さっきね、立ち上がってなかったんですよね。結構ギリギリ、あの5分前で今放送も始まりましたね。始まっているということですね。今探しております。ここ的に ありましたね、鹿島。ちょっと待ってください、見つけることができないんだよな、なかなかな。鹿島アントラーズ公式チャンネルに行ってるんですが、来ましたね。はい、というわけで見てまいりましょう。やっていきましょう、うん、お願いします。お願いします。すでにステマなんかは出てると聞いておりますけれどもね、鹿島がまだ僕見られてないんですよ。鹿島のスタメンだけまだ出てないと。町田は、うん、ミラーからね、ツイッターで先生つぶやいてくれてましたと。そうですね。ということですけれども、はい、皆さんとコメントとともに今日もお送りしていきましょう。SGK さん。よろしくお願いします。高級さん、鹿島、健太郎さん、これ難しい。いつも読めないんだよな。先駆け遥さん。高級さん、ニュースさん、健太郎さん、ゲート生さん、モアイゾさん、その他、ダルマさん、他、こんにちは。よろしくです。よろしくお願いします。さあ、町田側の YouTube でもやるみたいですね。なるほど。ということで。いいですね。どっちも見ながらやりましょう。じゃあ、ちょっとカメラアングルの差とかね、見つつね。ここはやっぱりね、はい、平戸とお台付きというね、うん、鹿島からそれこそ町田に、まあ、完全またはレンタルで行ってる2人がいますから、はいはい、なるほど。これは、そうそう、昨日鹿島の三島選手だったかな、はい、含めて何人かつぶやいてたんですよね。明日はそのセルビアとの対戦だって、サッカーできることが楽しみっていうこともですけど、うん、やっぱり、その鹿島から行った2人が、こう、と、その、そこと対戦できるってことも楽しみなんだって、ね。なるほどですね。そっか、ずいぶん昨日も先生夜遅くまでサッカーをね、見とりましたな。僕朝結果だけチェックしましたけども、で昨日はだから、うん、あれ朝ね、我々一緒にちょっといろいろ別のちょっとお仕事させていただいてたお昼ぐらいから、はいはいはい、だからそこから昼の12時半から、うん、僕4時半までずっと喋りっぱなしでした。そうですね、誰に頼まれるわけでもなくね、まあ、勝手に、ね、勝手にやってるんで別にね、何、うん、とも言いようがないんですけども我々ね、常にね、大変だ大変だ言うてますけど、もう我々勝手にやってますからね。ちょっと町田の方も見ていきましょうね。まさん、音飛んだ？音飛んだ？あ、聞こえる聞こえる、大丈夫です。おお、大丈夫大丈夫。町田ゼルビア、ルビア、晴天ですね、鹿島スタジアム。映っておりますが。今スタンドが。ねえ、非常に晴天。俺の声聞こえてます先生？聞こえてます。ああ、そっか。さっき一瞬ちょっとプツプツと飛んだのがあったんだけど、なんかちょっとあれかな、僕の喉が飛んだかな。喋ってますからね。まさか、まさか。町田ゼルビア YouTube。町田とあれですかね、鹿島で YouTube のアングル一緒なんですかね。それ一緒か。同じ映像をシェアしてるのかな。だと思います。鹿島の、自分たちの多分チームで作ってるはずなんで。あ、でも違うよ。アングルがマジ、まだ町田の方は静止画ですね。多分ちょっとその辺のね、私そういうの好きなんで、そういうのを見ながら見ていきたいと思いますよ。というか一番気になってるのは、あ、アングル違うよ。1時過ぎたんですよ今、ツイートしに行っております。あ、はいはい、町田は町田のカメラで静止画でお送りするみたいですね。これ違うのかな。へえ、わからない。で、町田だと22人の動きが見えて、鹿島だとクローズアップ見れるみたいなね、二元中継だとこれ、よりいいですよね。うん。期待しちゃいましょう。スタジアム綺麗だなというね、タクホさん、本当だよね。上からの写し方同じに見えまして、あ、そう。タイミング違うだけか。あれ、俺が見てるこの町田の YouTube は、今、上からの映像ですけどね。引きの映像が静止画で流れてますけど、静止画出てきましたね。ね、あ、うち出てきましたね、鹿島側の映像。うん、
ゴールキーパーコンスンテと出てきましたね。スーパーチャット実施中、スーパーチャット実施中って先生表現いいですね。なんかなんかね、柔らかいですね。我々も使いましょうか、スーパーチャット実施中って。あ、なんかこう公式っぽいですね、あの出し方。右上にちょっと貼っておくようにしましょうか、これからね。あの、よければスパチャの方ね、ねって言う必要なくなるんですね。そうですね。当然のごとく、スーパーチャット実施中。あれ作りましょう、先生。あのポップね。ありがとうございます。あ、町田が町田のね、アップから町田の選手が入ってくる、クローズアップが。鹿島スタメン出ました、うん、ゴールキーパーコンスンテ、サイドバック右、はい、内田、左に長戸、センターバック関川町田ですね、うん、ボランチレオシルバと三沢健と右ファンアラーノ、左に泉が入りまして、ツートップでこんな形になりましたか。エベラウド、名護慎太郎、うん、これもしかすると左に名護慎太郎が入ってトップ下の位置に、まあ、下がり目の位置に泉というパターンもありえそうですね。なるほど。さあ、町田側の YouTube は記念撮影ですかね。町田側の方はこれチームの映像ですね。これね、ホームビデオ感ありますね、町田側は。なるほどね。いいね、これ。あの、二元中継たまんないですね。三沢くんがキャプテンマークということですね。そうですね。平戸と三沢ですよね、おそらくは。はい。と時系列的にもちょっと差があるみたいですね、2つの映像を見比べますと。まあ、鹿島側中心に喋っていきましょうね。そうですね、はい、やはり映像の完成度クオリティの方がね、しっかりお金かかっている感じがするかなという感じなんで、はい。プレイヤーアプリでも中継しているそうです。密にならない写真撮影ね、これもちょっとスタンダードになってきましたよね。あ、水穂とか立ち位置がしっかりバミってあるという。水元と三沢ですね、平戸じゃなくて。あ、そうですか。はちゃめちゃに楽しみです。はちゃめちゃにね、うん、これ45分かける4本を全部この YouTube でやるっていうこと。ちょっとわからないです。それは情報出てないんだ。すいません、僕が全く見てなかったです。これはでも45分かける4本はお送りできないですよね、さすがにね。そうですね、2本まで、はい、あとどのみちメンバー変わっちゃうんで、3本も、うんうん、そうですね。なので上先の2本だけ取りたいなと思って、そうですよね、はい、よろしくお願いいたしますよ。マルシューさん、こんにちは。さあ、いよいよこれなんとか解説を聞きながらのシステムにしようと思ったんですけど、間に合わなかったので、皆さんいろいろ教えてください。町田ゼルビアのスタメンでございます。ゴールキーパー秋元陽太、右にごめんなさい、小田井月入り、左に奥山、センターバックは水元復活、ボランチおそらくジョン・チュン軍高江なのかなというところと、平と吉尾、あ、ごめんなさい、高江と佐野海舟のボランチで、ジョン・チュン軍、平と吉尾の2列目でワントップ安藤です、ね、22、23、24、25、鹿島側です。26、27、28という、まあ、こちらの大本営のカウントをお知らせしております。34、35、36、鹿島側です。37、暑そうだね。そうですね、うん。まあ、昨日みたいに急に寒くなるよりかはまあ夏ですし。そうですね。いやー、マジョルカもちょっともったいなかったですね、昨日ね。ちょっとね、めちゃめちゃな、はちゃめちゃなシュート決めてきましたね、あのレアルの小僧が。レガネスね。レガネス、レアルなんでしょ、はい、あの決めた子は。ああ。ライバルですよね。レガネスのあの選手だけ試合内別格の数値残せたんで、うん、あ、やっぱりそうですね。だけど、うん、ただ交代策に失敗したなっていうところですね。うんうんうん。あと今日ちょっと鹿島とちょっと町田ではないんですが、不安のニュースが一つ飛び込んで、はい、はいはい、何でしょう。先日選手ですね、はいはい、あのトレーニングマッチ、はい、清水エスパルスの、うん、石毛秀樹選手、はいはい、
どうやら全治2ヶ月、その藤枝戦で落ちてしまったと思うので。怪我しちゃったですか、あらば。うん、なんで、左サイドバックで、まあ、再開初戦を迎えることは、まあ、ほぼほぼ実情不可能。なるほど。まあ、ただそこに奥井亮選手が入ると思われますが、まあ、トレーニングでやってよかったなって話です。なるほどですね。そっか。やっぱ怪我も多くなっていくでしょうかね。あ、そうですね。川崎や岡山とかでも徐々に出てきたりとかしてましたし。うん、そっかそっか。TM トレーニングマッチ多いチームほどやっぱりちょこちょこっと出てきたかなっていうのはあります。そっか。良き、良し悪しですね。ちょっとその辺のコンディションを見ながら。そうですね。ここでも調整経験がない分難しいですよね。スタッフもね。そうですね。あと結局でも、こう、いわゆる非公開でやってるところもあれば、こうやって、下なんかもフルオープンでやったりしてますけど。なるほど。フルオープンの方が、まあ、戦術をばらしたくないっていうのはあったとしても、フルオープンの方が結局、見られてるっていう意識さえも、あ、確かにそうだよね。ここら辺も全部できたりするので、こっちの方がいいんじゃないのかなって思いますね。はあ、ははあ、結局、1試合やってしまえばバレるわけだし。うん、そうね。まあ、コンディション調整で言ったら絶対にね、やるって決まってからこんなスピードで調整してこんな過密に飛び込むなんて誰も賛成しないもんで言ったらね。そうですね。そこを調整していかなきゃいけないっていう未曽有のスタートでございますからね。それはまあ多少ね、計算は狂いますよね。まあね、うん、その意味でもあのフルオープンでかなりやってる静岡の4チーム、沼津、藤枝、はい、岩田と、はい、あとこの町田、あと岐阜あたりは、ちょっと再開後期待できるチームたちなのかな。なるほどね。ファンとしても嬉しいですよね。でもね、嬉しいですね、してくれてるのはね。で、町田とかね、清水岩田とかに至っては、ね、わ、関川渋いですね。19歳と思えないね。本当にね、娘2人の顔してますよね。支えてる。そう、本当にフルオープンチーム組に関しては、はい、スタメンどころかサブメンバーもほぼほぼフルでやってます。それらも見られていいですし、こう見られる経験っていうのもされてるのもすごくいいな。見せてほしいですよ、もうね。もう今こそやっぱりね、こう見せる側としてのね、感じを果たしていただけるのは嬉しいよね。そうですね。いや、やっと、やっとコメント欄に来た。皆さんこんにちは。たどり着きました。はい。キャンプ明けに自粛で時間が空いてからの開幕に向けての再調整は難しいですね。というね、かしかしさんね、皆さんメッセージ待ってますね。トークテーマそれぞれ、あの、ご質問って言ったらあれですけど、まあね、何でもいいんでつぶやいてください。関川くんから漂う岩政先生の雰囲気、笑い。確かに漂ってましたね。そうなってくんですかね。まあ、パワーヘッダーですからね、やっぱり。うん、カスディさんによりますと、この試合 IT 社長ダービーということで。確かにそうか。IT 社長、小泉さんと。小泉さんも IT 社長なのか。うん、うん、メルカリ VS メルカリは IT、 まあ IT を使ってるから。 IT ですね。 IT 社長ってそういうことじゃないよね。あ、でもそういうことですよ。そういうことか、失礼しました。じゃあちょ、うん、じゃあだってすごいうなぎ屋でインターネットで売れてたら IT 社長ですか。あ、って表現するとこも出てきてるみたいですよ、本当に。あ、そうですか。うん、UN 社長じゃないんですか、うなぎだから。だから、あの、UNG 社長じゃないんですか、うなぎだから。あの、飲食かける IT 社長みたいな感じで本当に売ってます。うん、なるほど。あ、マジでチャンスシュート出る。あった。いやー、炎天下素晴らしいですね。これがサッカー。前回の浦和戦でも話したんですけど、はい、町田は、ええ、いい意味で、ね、国内っぽくないんですよ。はい、へー、はいはいはい。フランスとかドイツ見てる感覚なんですよ。ああ、どの辺がそう思われますか。まずはあのワンタッチコントローラー、うん、日本人の良さってのはその丁寧に仕事をする、はいはいはい、ちゃんとトラップして自分がちゃんとパスできるよって位置に持ってった後、うん、あのいいパス、いいキーパス、スルーパスを出してくるケースは結構多かった。ああ、それやりがちですね。はい。うん、でもだから僕もウイレでそれこだわって弱いです。はい。いわゆるね、あの海外のそのスピードのあるサッカーって比べると、はい、パスがずれちゃうんじゃないってことを指摘されることも多かった。町田の場合はワンタッチも結構多かったりするので、もうお互いのその視野、
はい、男に誰がいるってことを分かった上でこうポン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 回してるところがあるから、確かに今見ててもそうね、うん、相手からちなみに7分1、2、3です。はい、これポポビッチさんじゃないですか。はい、これまで指揮してきた日本のチームとやり方ってどうなんですか、今回の町田。すみません、ポポビッチさんに関して明るくないでごめんなさい。あ、そうですか。はい、鹿島のやつを結構でかい映像にして見てるんですけど、ちょっと映像荒くなっちゃいますね、これね。あ、そうなんですか。違うのかな、こっちのネットかな。そんなに画素こだわってるカメラじゃないのかな。そんなことないよね。どうでしょう、皆さんね。どうなんでしょうね、うん、川崎フロンターレはまた新外人取るみたいですね。鹿島アントラーズの町田くんは紛らわしいなこと言われてもね、まあ、それ秋田さんとかどうすればいいんだって話ですからねそうですね、うん、インテンシティ高いですね、町田。なんか攻撃も早いし、守備も何が早いんだろうと思ったんですけど、なんかパスコース狭めるポジショニングなのかなというのが今のところ出てきて、町田ですか。そうですね、で急激に相手の選択肢を狭めることによって、うん、もうここにしか出せないっていう部分を作り出して、なるほど、で狭めて狭めてここで奪い取るぞっていうのができてるのかなっていうのをちょっと見てて、細かくプレー出てきたら何かお伝えしたいですね。あ、そうでしたね、ブエノの移籍は予想外だった、ありましたね、鹿島センターバックブエノ、そのまま完全になっちゃいそうな感じはしますもんね。今ちょうど健太郎くんからもいただいてますが、おそらくはこれアラーノとエッペラウトのツートップ、右にナゴが入って左に泉ですかね。うん、そんなケース442なのかなと。でもあれですね、やっぱり藤田社長も攻撃的で面白いサッカーをやってくれってことを言ってるらしいんで、やっぱ見せる、やっぱね、メディア対応クラブとしてのこう戦術になってきてる感じがこっからも伺い知れますよね、最近の DM からもね。ありますね。あと去年とかよりもその集中力高いんですよね。はいはいはい、サッカーそのものに対する意識というか、ボールへの食らいつきというか。なるほど、まあ、もしかしたら見てる試合が両方とも浦和戦、鹿島戦とやっぱ J1 クラブのしかも上位チームですから、まあ相手のそのレベルの高さっていうところにいわゆる一瞬でも集中切らすとやられるって思いがあるからってパターンもあると思うんですけど、なるほどね。なんかね、先生のマイクがふわーんって言っちゃってるんですけど、いつもと一緒？いつもと一緒です。ふわーんって言ってます？言ってないです。口でちょっと言ってるかもしれません。怒ってる？ん？怒ってんの？うん。なんだろう、ふーんってこっち。どうでしょうね。こっちかな。あ、鹿島ちゃんですか。あ、でも強いて前回との比で言うんだったらイヤホンしてますね。それじゃないっすね。なんかですかね。わーって聞こえるね、確かに。
あ、これ普段より、こっちかもしんない。近いかもしんないです。画面とか。なんかちょっと羽織ってるような、こっちかな？あ、だい。結構ゴール前まで進入しますね、両チームね。中盤がスルスル抜かれてるのがちょっと気になりますね。両チームともその、あ、なんかサイドバックとセンターバックの間とかガシガシ抜かれてしまってるんで。先駆けはるかさん、高円宮杯プレミア中止はつらい。まあね、ここまでする必要性があるのかと思いましたけど、まあでもなんかね、どの道前半戦夏まではリーグ戦できなかったし、なんか大体の大会用意するみたいですから、それで楽しみ。ああそうですか、犬飼白崎怪我ですか、鹿島のコメント欄にありましたけど。ああそうですか、うん、まあ、鹿島も先週はあの非公開ながらアルビレックス新潟とトレーニングマッチやってるんで、まあ、それもなんか気にしてる部分あるかもしれない、先生一回マイクのプラグかなんか差し直してみてよ一回。はい、これどうでしょう。いい感じの不安が来てますね。こっちなのかな。でも、あ、じゃあちょっと待ってください。うん、まあいいんですけどね。でどうでしょう。冷蔵庫かな。あ、不安なくなったね。じゃあマイクあれですね、イヤホンですね。声がすげえでかくなった。あ、不安ちょっと、不安ちょっとあるな。あいやもう無理だな今。なんでしょうね。うわーっと、そのままいいですね。声はでも明確になれば、さっきより、さっきよりちょっとね聞きにくかったですけど、イヤホンマイクにしたってこと？いや、イヤホンマイクを外したってことです。おおおお、怒ってます？いや怒ってないよって。もう一個だけその声のボリューム落とすようにちょっと頑張るんですが、ちょっと画面に近づかないと見えないっていうのがあって、はい、それはこっちでコントロールしてるんで大丈夫ですよ。ありがとうございます、はい、イヤホン関係ないですね多分ね。多分なんかあのパソコンの作動音かなんかおマイクが拾ってる感じでしょうねきっとね。あ、それはそうか。ああ、そうですね、冷蔵庫の音拾ってるのと一緒ですからね。うん、ちょっと僕あのそれが目立たない、ふーんって言ってきます時々。ありがとうございます。はい、ちょっとウッチーの動きが見たくて。はい、ちょっとパソコン画面に私の顔多分近いです。じゃあ大丈夫よ、声は大丈夫です。1,2,3,4 長とか、今日とても鹿島の左サイドバック長戸くん、はい、ベースポジショニングがサイドバックとは思えないほどのウイングの位置にいるんですよ。はい、だからあのパーサイドにカメラが抜いてるとき長戸くんだけ見えないんですよね。なるほど、どこにいるのかが。ほう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 。しかも基本ポジションがライン外なので、うん、先生そんな時はですね、町田ゼルビア側の YouTube をご覧ください。画角が広いんです。あ、そうなんですね。
ちょっとあのスタジアムの情報からですね、撮ってる形ですかね。はあ、はあはあ、これあの丸視点、あでもちょっとたまに寄ったりしますね、ゴール前来るとね。すごいんです、長友の位置が。まあアイソレーションって言った方がいいでしょうね。長戸で左の起点、右でいろんなボールの回しをやった後、そこチャーンス。17分32秒、決定機でしたね。うちから。エベラウド。28歳、181センチ、ケント、アツト、エベ、うん、綺麗でした ね、 ね、ケント、アツト、ラウド。何分ですか今私の、まあ、こちらの勝手な秒数なんですけれども、18分12、13、14で見てます。皆さんどうでしょうか。3分で3秒切られたの、どうでしょうか。皆さんもしあのライブにしてもそれより皆さんが遅いっていうんであれば、こっちをちょっと落とすこともできたりしますんで、これ地域とかね、いろいろ回線によってあるとは聞いてますのでね。だからあれなんですよね、わーチャンスだとか言ってね、なんかちょっと2秒先に言われたら嫌ですもんね。ちょっとそこ気をつけないとな。確かにそうなんだよな。アツのクロスよかった。ケンタロウさん、ホセロさん、鹿島裏の抜け出しうまいですね。20秒くらい少し打ちが早いです。ああそう、ああそういうことか。遅い分にはね、ちょっと迷惑はかかんないかなって思いますけども。全員で1分落とせば揃いますけどね。そういうスタイルの方がね、いいかもしれないけど。スタンダードなクロス対応だとちょっと鹿島から得点奪うことはちょっと厳しそうですね、マシナ。なるほど。まあ、ほぼ190コンビですからね、真ん中にセンターバック。そうかそうか。おっと、アーリーで上げてきましたね。これで、まあ、あの鹿島は15分の剣の時間を終えて以降、右から1本、左から1本、いい流れができましたね。ボランチ、サイドバック、そして、まあ、前線メンバーが最後にこう侵入していくようなスタイル。これ町田側からしたら怖いですね。右からでも左からでもある意味ではいつでもやれるぞ、うん、そうですね、やったんぞと、入れたんぞっていうのが今ね。これはなんで両サイドバック奥山小田の2人にとってはディフェンス頑張んなきゃなってことを意識しなきゃいけなくなる瞬間ですね。ちょっとそろそろラインが下がるみたいなね。そうですね、うん、今町田だから切り替えてきましたよね。サイドで作ってから真ん中に入れていく、センターバック2人に対して揺さぶりをかけるっていうのをやってきたりするのと、まあ、ミサオに対してチャージをかけた可能かな。サイド起点ですね。そうなんですね、川崎と町田もこの間トレーニングマッチやって、川崎が 5-0 で勝ったんですよ。おお、臆せず攻めに行ったんでしょうね、町田までもね、うん、スタイルを見せなさいってことなんでしょうね、今年は。でもこれでね、映ってる時にテレビこうやって放映されてる時に勝って、放映されてない時に負けたら、逆にそれはそれで本番意識の高いメンバーだってことも言えるかもしれません。なるほど、うん、町田フリーキック、今21分に47、8、9、そんな感じです、こっちは。平戸ですね。おう、コロコロ。
戻して。おお。サインプレー？ちょっとサインプレーっぽかったですけど、まあ、鹿島の方が気づくのが早かったですね。暑そうだな。でもそういう失敗の方がありがたいでしょうね、今町田としては。このスタイルで行ったらどれぐらい気づかれるのかとか、そういうある意味では周りの詰め方みたいなのもこの時期で確認取れるってなると、シーズンインしてからも面白い。相手がね、どう動くかとかってことですね、うん、相手が。お、アンドレス・ニースさん、初見です。こんにちは、こんにちは。雲の影が季節を感じる詩人がいますね、コメント欄に。いいですよ、ポエムお待ちしてますよ、ね、幽霊の香りさん、きっとね、多分このピッチ上で22人見る左サイドバックの1人だけを多分見続けてるんじゃないのかなと思いますけど、ぜひちょっと吉尾もいたか、素敵なポエムを皆さんからのね、お待ちしておりますんで、ぜひ待ってますよ。もしもトレーニングマッチでレッドカード出たらどこかで出場停止とかになるんでしょうか。それはなりませんね、いわゆる J リーグ扱いの試合ではないので、天皇杯とかそういう管轄の試合ではないので、そこは違うかなと思います。まあ、あまりにも悪質だったら自主的に1試合出さないとかあるかもしれませんけど皆さん、まああれ聞きましょうよ、新シーズンね、我がどこどこチームに何を期待してますみたいなのを伺っていきましょうよ。ちょっとね、再会の喜びもちょっとシェアしながらお送りしてまいりましょう。ミルクサッカーアカデミーでございます。うわ、エベダブルタッチ。小田平戸は古巣。町田が攻められないですね。でもなんかアグレッシブさが面白いですね、うん、うわー、でも鹿島も中盤ギュギュギュってきますね。やらせないっすね。一人で行かないんですよ、ディフェンス2人以上で。いやいや、本当にね、こう若手潰しに来てる師匠たちみたいですね。でもそんな鹿島も若いんです。そうなんだよね、うん、そうなんだよね。年齢的にはそう一緒ぐらいですかね。うんうん、そっかそっか。この間やっぱり浦和のね、あの感じを見て鹿島何を思うかですよね。浦和は結構町田にやられてましたからね。そうですね、結果的にはですけどもね、まあトレーニングマッチなんであれですけどさ、町田が本当羨ましいといろいろできてねということでございますけども、これやっぱどういうことなんですかね、藤田社長がちょっとやってくれますか小泉さんみたいなことですか。まあ、もともと4月に予定してた。ああ、そうでしたよね。そうだそうだ。町田対鹿島のさ、リンクどこなのかなってこうやって調べてると、ああ、そうだったってね、それが中止になったっていうニュースが結構出てきますもんね。そうですね、4月に、ね、自粛になりました。あの頃はもう自粛って言ったんですよね。そうですね。うん。あとね、この2チームでかいのは、はい、遠征できるんですよ。まあ、今回鹿島でやってますけど、うんうんうん、遠征ができるってのがでかいんですよ、ね。遠征ができる。だって練習試合ってぶっちゃけ、まあ今日はね、この YouTube でやってるからスーパーチャット入りますけど、うんうん、はいはいはい、普段の練習試合って一銭もお金入らないわけですよ。なるほどね、はいはいはい、ってことは、うん、いわゆる経営的に見れば、負債でしかないんですよ、練習試合って。はい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 、そうね、確かにね、交通費とかね、うん、だけどこの2チームはそこら辺のいわゆる出せるお金を持ってる2チームなので、うん、ああなるほど、親会社が大きいということもあるしね。そうですね、うんうんうん、だ同じ、例えば藤枝とか沼津みたいな、同じ静岡組ってなると、うん、まあ、近場にね、うん、練習できる相手がいるから、うん、そんなお金かかんないでいいんですけど、やっぱ遠方組にとってはちょっときついですよ、ね。はい、あ、給水タイムが取られてますけど、このちっちゃいペットボトルみたいな流行りそうですね。これはまあ一回使い捨てってことなんでしょ？ですね。ねえ、ちっちゃいペットボトル。これ。あれですね、町田の方のペットボトルの形とかこだわりたいですね。紙コップで飲むチームとかありますからあのアベマの緑のあのやつ飲むんじゃないかなと思ってますけど私ねなんか先生 IT 企業とかに行くとさ、はい、IT 企業とかでっかいそういう新興のあのお水自社で作ってるとかあるでしょ、作ってるっていうかラベルを、はい、あのペットボトルとか、はい、あれっていうのはマウンティングですよね。もうあれに憧れが強いです僕は。ドヤ感すごいですよね、あれね。あーって思うよね。あれ、早くやりたいですよね、本当に。
やっぱ流行ってますよね、あれね。うん、ドラマとかでね、アホ IT 社長とか出てきて打ち合わせするときも絶対そのシーンありますもんね。自社のラベル水。結局、いわゆるご訪問していただく、やっぱりね、ことがめちゃくちゃ多いですから。はいはい。パフォーマンスとしてあれ高いんですよ、ね。いや、高いですよね。そうだね。わーって思いますもんね、やっぱね。そう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 、やっぱアベマ TV とかちょっと前に行くとさ、原宿のあそこあったんですけど、弁当とかもおしゃれなんですよ。はいはいはい、はい、あの局の弁当と明らかに差別化してるんです。局っていうのはね、キー局大体弁当ね一緒なんです。うんうん、大体なんだろうビッグシックスみたいなのがあるんですよ、やっぱ弁当屋にも。はい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 、喜山飯店とかいろいろね、浅草今半とか、はいはいはい、はい、そういうの使わずにですね、なんかおしゃれなランチデリバリーみたいな感じで来るんです。良いですね、その代わり受付とかがすごいライトなんです。なんか若手でえせーみたいな今って思いましたそうなんです。沼津は紙コップでしたね。そうだね。鹿島さんも来てくれてんのね。少しあれですね、ゆっくりになりました、ね、やっぱお水飲んだ後だからね。まあ本当そうですね。でもこれだから海外ではめちゃくちゃ狙われてるんですよね、給水。ああなるほどね。やっぱ給水の後って急にパーって行こうと思わないですもんね、やっぱね。そうですね、まあ、ちょうどね今朝出した動画の中でもちょっと触れてるんで、ぜひぜひちょっと聞いていただけたら幸いです。麦茶飲んですぐカブトムシ取りに行くと怒られましたもんね。ちょっと休んでいきなさいっつってなぜか栃木のうちの実家めちゃめちゃ甘い麦茶飲んでたんですよ、砂糖入ってる。夏倒れないためですかね、やっぱね。あどうなんだろう、わかんないけど、麦茶めっちゃ甘かったですよ。家の麦茶。特報、ザーゴは足元がうまい、ただし動けない。あ、そんなシーンありました。ザーゴさん蹴りました。ザーゴさんってローマに いはったんですね。ローマなんですね。なんか昨日見てたら、なんか僕も全然ザーゴさん知らなかったんですけど。戦術ベースの話で言うんですけど、鹿島も町田も、はい、今日あったマジョルカ、レガネスの2チームよりかは戦術上な気がします。はい、めちゃくちゃすげえな、ハーラーの。めちゃめちゃ打ってきましたね。あの今日試合を見ていて、ええ、マジョルカもレガネスもというか特にレガネスだったんですけど、はい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 、サイドバックウイングバックがあの2人とも上がっちゃうんですよね。うん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 。でもその裏をすごい、ね、そうなんですよ、その裏疲れちゃうんですよね、うん、だからね疲れちゃダメだよね。疲れてないんだったら素敵なね戦術ですけどで途中で多分ハーフタイムに監督に怒られたのか、2人とも上がることになる。ああそういうことね。あじゃあ監督の指示とか新戦術じゃないですね、ミスですね。そうなんですよね、多分怒られたんですよ。なるほどね。中田とチームメイトやっぱそうなんですね。中田と同じ時期のローマにもいたと。その前には柏レイソルにもいたんですね。そうですね。でこの鹿島見てると普通やっぱサイドバックがそのままサイドに張っていて、はい、でもう片方のサイドバックが前線に上がっていく。今さっきだったら内田が中途半端な位置にいて、はい、長戸が最前線まで行ってなんてこともあり得る形ではあるんですけど、はい、片方のサイドバックが前に上がってるときは後ろ3バック状態にしてるんですよ、ね、うん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 、これが面白い。2人センターバック2人だけに任せないから守備の枚数1枚多くできるんで、リスクを回避するためにということですね。厚めにしてるってことですね。犬飼選手出ないかな。ん？この間 FIFA の犬飼選手頑張ってましたね。またゲームやってましたよ。あ、そうなんですね。うん、
隣の部屋で DIY やってます。ああ、その音今。うん。へえ。DIY キット、DIY レシピ手に入れたんでしょうね。しかも最近引っ越してきたんで。ああ。あ、そう。うん、可能性高いでしょう、ね。なんか田中なんか届いたんでしょ、作るやつ。違うんじゃないですか。彼女呼んで違うもん作ってんじゃないですか。DIY。お隣女性です。ああ、そうですか。はい。うん。いやいや、関係ないですよ、それは。高い。今、32分、41、42、43、44、的な感じです。もし、ね、自分の方が早いって方で、一緒に、ね、先に、まあ、合わせて、落としていただいてもいいですね。先に言われちゃうの嫌だとか。ボールロールがすごいですね。あら、各チーム今ね、昨日は金沢でそんなお話ありましたけど、栃木もやってますけど、これみんなやってるんですかね、段ボールをね、客席に置ける、自分の写真のね。昨日、プロ野球でもやってました。ああ、本当ですか。いや、てか、まさ、昨日プロ野球、めちゃくちゃ面白かったんですよ。巨人阪神戦でしょ。いや、もう全部。ああ、全部。へえ。なぜかピッチャーたちがホームラン打ちまくって。すごいね。何それ。すごくないですか。へえ。そんなことめったにないでしょ、だってプロで。ない。どうしちゃったのそれ、張り切っちゃった。力あり余ってる。いや、しかもそのうちの一人が、うん、ギリギリ入ったじゃなくて、最上段にホームランとか。ひょっとしたら、プロ野球選手酒とかやめたらみんなすごい説じゃないですか、これ。あるかもしれない。タバコとかみんなやめたら、大爆発する説。遠征とかで遊ばなかったら、すげえ強え説。やつら超人説。このコロナ禍で浮き上がってきたかもしれないですね。最近はストリート集団説。あとね、はい、一番長くかかったのが中日対ヤクルトっていう試合があったんですけど、まあ、最後の最後は9回7、はい、8回かな、7対7に中日が追いついて、まあ、延長になったんですよ。面白い試合じゃないですか、うん、はい、で延長になって中日が 9-7 でリードした後、最後、うん、延長の最後の回の裏で、うん、2アウトランナーなしまで中日が、ね、まあ、追い込んだんですよ。そしたらそのヤクルト、攻撃側のヤクルトがそこから2アウトランナーなしから2アウトランナー満塁まで持ってって、はあ、すごい。でそこで出てきたバッターが4番サードなんですよ。かっこいいね。そうで、しかもそれでフルカウントまで行って、最後1球は三振で終わっちゃうんですけど、うんうん、見応えありまくりです。ああ、そっか、うん、野球ってそのね、クライマックスがバッチリこうクローズアップできる面白さあります。確かにね。そうですね。あ、そうですか。ちなみに今その打点王の選手は、うん、ピッチャーです。1試合だからね。開幕終わっていい。すげえ。でもこれ、あ、シュート。35分30秒、シュート鹿島。これサッカーに例えれば、今得点をゴールキーパーですっていうもんですかね。いや本当だね、うん。これはすごいわ。無観客はどうでした、この中継として。いや、あんまり中継としては気になんなかったですね。うん、気になんないですか。やっぱり普段からもそのお客さんがこうクローズアップされる瞬間ってあんまないじゃないですか、中継だと。音は静かなの。静かですけど、結構ベンチの声とか聞こえるんで、ほう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 、あと実況解説もあるから、そんなに大差は。あ、そうですか。ほうほうほう。ただ、まあ、もしそのね、たくさん昨日盛り上がる瞬間あったので、うん、それだとこうだから皆さんやっぱね、スタジアムで見たかっただろうなっていう、うん、そういう気持ちの方が強くなったかな。やっぱね、野球場とかで飲むビールとかうまいからね。あんまり行ったことないけど、10回ぐらいしか行ったことないけど、うん、うん、今僕これ初めて知ったんですけど、まあ、はい、酒飲んで遅刻して完全試合したのが牧原。本当ですかね、それね。すごいね。でもなんかあれ開き直れるんじゃないですか、うん、なんかアップもしてね、なんかね、着衣も乱れてるもんでもやるしかねえっていう、なんかそういう時の集中力あるじゃないですか。しかも余計な力逆に入らないからいいって。ああ、確かにね、うん、僕も全然ね、品質の全く違う話で申し訳ないんですけど、パッて起きたらネタですよ今日って言われて、何も準備してなくて、
すぐバイクで行って、はい、もう30分後にネタしなきゃいけない、20分かかるとこで、はい、もう起きたままの服で行って、衣装もないネタも考えてない、そこで下漫談めっちゃ受けたことありますけどね遅刻したっていう漫談いや絶対ダメですけどその開き直ったテンションみたいのとなんかね設定がいっぱい載ってたんですかね、なんかね、なるほどね、そうですそうです、あの上下の服の組み合わせのダサさとかをちょっと説明しながら、でもこれはこういう理由でとかスカジャン、スカジャンで行きました怒られます、今だって怒られますよ、そんな。あとお芝居、ね、お芝居20人でやるの遅刻したことあるんですよ、僕オープニング出るのに、第1幕僕なしでアドリブで進めてたとこに僕アドリブで途中から入ったことあります。で第1幕の伝えなきゃいけないことを2倍の時間かけてみんなで伝えて第2幕になったことあります30回公演だったんですけど気が緩んで飲んでたんですよ、千葉で、その前の日でバーって起きたらもう始まってる時間で電話20回ぐらいなってて、でもバイクでバーって行って、まあバイクで10分ぐらいなんで近かったんですけど、もう信号もね、もう無視こそしないですけど、もう頼むって言いながら行った思い出がありましたねなんでこんなカメラレオシルバだけに寄ってるんだファンなんじゃないですか、カメラ変わりましたよね。そうですね。今ちょっと、今ミスりましたね。ちょっとトイレ行ったんじゃないですか。トイレ行ってる間になんかこう、広報の人に変わったんですよ、今。ちょ、持ってて、つって。違うか、でもこれはプロですもんね、これやってんのね。なんかあったんでしょうね。給水タイム。まあカメラも給水タイム必要ですよね。いや、まああるでしょうね。鹿島のねディフェンスラインがね落ち着きすぎてるしバタつかないし、うん、危なげない、盤石やっぱお強いチームは守備しっかりされてますわな。これ多分コミュニケーションなんですけど、うん、さっきあの、はい、右サイドの内田が上がったら長戸が下がる、長戸が上がったら内田が下がるって話したと思うんですけど、うん、はいはいはい、両方が上がる瞬間ってのはたまにあるんですよ、うんうんうん、でそれをあの上がってもいいよっていう指示を出すのがミサオくんで、はいはい、ミサオがディフェンスラインのそのサイドバックの位置にスルスルっと入っていくんですよ。はいはい、ね、要はそれは要はもう片方も上がってるけど俺がこの位置頑張りますから、あのあなたも上がってくださいって意味なんですよ、うん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 、埋めますよってことね。そうそう、そうすると鹿島もやっぱ前線で5レーン取ることができるし、フィニッシャー役がそれこそ中央に集まれるからめちゃくちゃいいですよね。人数増やせるってことだよね、うん、まあジャッカルさん、鹿島在住のジャッカルさんによりますと鹿島は結構暑いです、選手がバテないか心配ですと。サルメクさん、この試合でどれくらいバテるか把握することも必要なのかもですねと。必要ですね。でやっぱ浦和戦の時で考えると、ええ、やっぱり山中、うん、左サイドバックの山中がやっぱり冒頭で怪我してしまって、そこでちょっとあたふたしてたところがあったから、はいはい、浦和は、うん、で鹿島はそういうことが全くないので、うん、その試合もやっぱり見てるもんですかね。でもだからこそこういうチームから得点できたらもう町田は一つ自信です、うん、あーそっか、うん、しかしあれですね、道赤津さんがおっしゃってますけども、やはりカウンターのチームということで、うん、その辺の何ですかね、攻撃パターンがいっぱい必要なんじゃないかという声もいただいておりますけれども、にしてもあの男のふてぶてしさがやばい、関川選手、関川選手ですね、ガム噛んでますかね、ねえ、ちょっとはあぐらいなこと言ってそうですけど天皇杯でしたっけ、決勝の ね銀メダルもらうときめっちゃガム噛んでましたけどねえ、あれからまさもう半年ですよ。いやー早いですね。でも鹿島としては休めたっていうご意見もありますよね、今コメント欄にもね。やっぱり開幕しんどい中で開幕してね、広島に 0-3、うん、ね、でやられたところからもありましたんで、ちょっと中断期間が鹿島にとっては仕上がってんのかなというご意見もたこやぎさんからいただいてますよ。そうですね、
いい方に出たチーム、悪い方に出たチーム、まあ本当出てくるでしょうからね。よかったからまんまやりたかったよねってチームももちろんありますよね。うん。いい方に出たチームってどんなか、どの辺？あの、まあ1ヶ月後ぐらいには分かる。ああ、そういうことか。それも一個語りしろで面白いですね。そうですね。まあ正直全く情報入ってこないチームも、まあまあそうだよね、ベールに包まれた10チーム以上あるんで。ああ、そっかそっか。仙台なんか全く分かんないですからね、何やってるのか。ああ本当、うん、うん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 、仙台今治あたりはもう何にも分かんないですもん。うん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 、プロ野球は開幕だもんね、はい、だからまだもうゼロベースだよね。そうっすね、うん、野球もちょっと変わったのが、実はあの長引かないようにってことも含めて、あの延長を、はあ、まあ、いわゆる9回までじゃなく普通は、はいはい、延長は10回までなんですよ、うんうんうん、だからプラス1イニングしかできないんで。ああそうなの、それで引き分けになっちゃうの。そうそうそ う, そ う, うーん、昔はどうだったんだっけ、いつまでもやったんだっけ延長って。昔は無制限18回15回、うん、まあ、ただ短くはなってんですけどね。なるほど、本当だったら12回って今の通常のレギュレーションではあったんですよ、うん、ああそうなの、ね、10という形。昔はなんかテレビ放送がさ、終わりでここまでですって言った時に、その親父がどうしてもおじいちゃんとか見たいから、こうラジオに切り替えるあの瞬間とか割と好きだったけどね。あーね、だってね、ラジオってそんな時しか聞かなかったよ、うちでは。やっぱもうテレビ文化になっちゃってましたもんね、当時。 FM とかのそのアンテナがなかったんですよ、栃木はね。だからラジオは雑音が入るもんだったから、ザーザー言いながら聞いてましたよ。いいですね、町田細かく回します。あ、惜しかったね。道芋さん、仙台といえばクエンカは順調に回復してるんだろうかというのをいただいてるんですが、まあ、どの道ただ、ね、自粛云々かけなく10月、8月か、はい、まだ帰ってこないんですよね、全治半年だから。ああ、そっか。そう、だから再開になったとしても、そこからまだ2ヶ月くらいはいないから。あ、そうだ、そういえば皆様。どうしました？ ACL、なんかちょっとちらっとレギュレーション。出たの？おもらししたらしいですね。へえ。でどうやら10月セントラル開催、ほう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 、で10これグループステージ的なことを一気にやっちゃって、11月かなんかにあの、うん、決勝トーナメントをやるみたいなんですけど。ああそう、これだからちょっと日本代表に対してはちょっと厳しいですね、日程がってことよね。あんとグループステージで多分そのマリノス、うん、神戸、東京持ってかれるから、うん、もしかするとだから永井健介、橋本健人、畑中慎之介あたりを代表招集ができないっていう可能性があると思うんですよ、うん、なるほど、クラブで使いたいからっていう。はい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 、ああそうですか。そうですね、ははははだとだから我々こう期待する中で言ったら、うん、古橋選手とか、うん、あとは入ってきそうなんだったら大崎選手とか、ね、そのあたりとか村屋選手とかか、見ることできないと思うんで、いろんなところがいろんなところに影響してきちゃうってことね、うん、その前ね、正直橋本、古橋あたりは、まあ、夏の海外移籍もなくはない可能性があるので、うん、はい、どうするんでしょうね、 ACL セントラル開催の期間中の J の試合どうするんですかね。いや本当ですね、うん。いやだからやっぱそういう面とかも含めて、あとね、うん、やっぱり何回か言ってるけど、うん、例年考えたらその雨で中止とか、はい、うん、地震が起きましたとかで毎年絶対 1,2 試合は延期とか起こってるじゃないですか。はいはいはい、僕 100% はないと思ってんですね、やっぱり。うん、 100% はないとは、 100% 消化率。ああなるほどね、うん、うん、あ終わりましたね、1本目がね、0-0終わりました。なるほどね、シャパーない。
さすがに ACL 側に村井チェアマンが初めて言うんじゃないですか、無茶言うなよっつってでもまだそれもね、やっぱりアジアの各地域で言ったらまだ本当できるかってのはまだわかんないから、うん、まあそうなのよね、そこがまずありますからね、うん、そうだよね、まあ、短期決戦の面白さとかありますけどもね、東京都リーグ一部なんかも非常にコンパクトにねパパッとやって、最後はトーナメントでやることになってるんです。本当 CL みたいになってるんです。そうですよね、うん、ある種まあね辛さもありますけれども面白いところもあるかなとは。ただやっぱり昇降格はないんですよね。ありますあります。あるんだ結局。はい、昇格は決めますね。降格も決めるんじゃないですかね、その入れ替え戦があるところは。というちょっとごめんなさい、詳しくはあれですけども、もちろん昇格を目指して やるということです。はい、なるほど。うん、まあプロじゃないんで見せ物ではないから危険はできるからね、要は。あ、まあそっか、うん、安全。それはあら、小泉社長が喋ってらっしゃいます。あ、小泉社長だ。小泉社長のこの T シャツやっぱりメルカリで購入したんですかねやっぱりでも新品を買ったんじゃないんですか。あ、そりゃそっか、うん、おいくつぐらいなんですか小泉社長は。39とかじゃなかった。ああ、もうそんな若いんだ。そんな感じがきますね。まあでもそうですね、ヒアソカカカカギさんによるとね、中東が今コロナがね、また中東とかアフリカに今ブラジルもそっか拡大してるというところもありますもんね。あれアメリカかなんかでも、うん、そうじゃないか、ちょっとまたロックダウン的なことする。あ、本当ですか。うん、町とかも、まあね、本当それこそ鹿島関連で言ったら、まあ、ブエノが移籍する、まああとジョーが行く、まあブラジル、うん、拡大の一途ですからね結局。そうなんだよね、うん、ザーゴさんかっこいいな。僕もハゲ始めたらいち早くこのスタイルにしますけどね。ヒゲ生やすの？こんな生えるかな。でもマンさんそんな生えないですよね。生えないと思います。ヒゲも生えないのに毛は減っていくんですよ。情けないですね おかしいですね。毛根はどこ行くんですかね。下に移ってくるはずなのに、ね、おかしいな。無機質なスキンにしようかしら。情けないですね。哀愁出ちゃってました。でもな、かっこいい、こう眼光鋭かったり、このね、やっぱこのアスリート出身だからこの殺し屋感があるからかっこいいんだよね、やっぱね。自分でもさ、目が死んでるって言ってるのに。観光するのにもちょっと真似できない。目死んじゃうんだよな。心ハッピーなんだけど目死んじゃってるらしいんですよね。言われんだよな。 目の奥笑ってないって、ね、すっごい笑ってんだけど心はな。おかしいな。あ、中田浩二さん、もう笑っちゃった。もう笑ってすいません。もう本当に今、ね、アクリル板をやっぱしっかり作ってましたね。誰だ誰だこれは。中田さんだ。仁王立ち。なんですかこれ。売り物ですかこの T。うわー、これやっぱメルカリで買ったんだろうな。なんですかこれ。これ、ほんと着てないんで全然意味がわかんないですけど。ファッション。そうですね、ファッション。あ、ファッションですね。襟の折り返しとか。あ、ジャッカルさん、お茶代ありがとうございます。ありがとうございます。どうも。カツ丼美味しかったですか。カツ丼食べたの、ジャッカルさん。そう、なんかツイッターが流れてる。いいですね。鹿島のグッズなのねこれね。なるほど、そういうこと、うん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 、おしゃれおしゃれおしゃれ。やっぱスタイルもね、背も高いしね、近くで見たらよりかっこいいですからね。かっこいい、うん、まずはこっちだよ目指すのは。何ですか。
中田さんですよ、目指すのは。中田さんも目死んでます？そんなことない。そんなことないでしょうよ。あ、海鮮丼さん、ありがとうございます。ありがとうございます。あ、太郎さんから、ノーミルク先生の顔と声のギャップがいいな、うん、ありがたいですね。顔と声のギャップ、ああ、そっか。満を持してね、顔が出てますからね、やっぱそう、ね、今まで想像してたのとちょっと違うとかいうことですかね。先ほどあの小泉社長に関するコメントで、あの、はい、IT 社長はスーツ着ないからいいな、なんてありましたけど、ああ、そっか。私も一応 IT 社長の一人ではあるんですが、スーツなんて全く着たことないです、うん。俺 IT 社長でもないのに、パンツも、パンツしか履いてないですよ、今日。上行ってますよ、一個。パンツしか履いてないんだから。パンツしか。ええ。すげえ、パンツしか履いてなくて目が死んでる、うん、そうなんですよ。なるほど、すごい、いいギャップでしょ、意外なギャップでしょ、いいギャップです。そうでしょ、素晴らしいですね。心は100笑ってるのに目死んでるんですよ、すごいギャップでしょ。おかしいなぁ。あと心で100笑ってるけど笑顔にならないですからね、うん、私なんて。あ、すごいギャップ氷の美少、氷の美少。そうか。でもあれですからね、僕から言わしたらですね、そんな 100% 笑顔の人の方が怖いですからね、僕からしたらね。怖いですよね。目の奥まで笑わせ出てる人の方が怖いですからね、僕からしたらね、それね。確かに。まさに、はい、体調は大丈夫かとの。体調ね、もうお声聞いていただいたら分かるんですけど、調子悪いです。まあ、分かりますよね。胃がね、ちょっとやっぱり調子良くないですね。お粥しか食べてないです、3日ぐらい。今日は何食べたんですか？あのね、かつぶしをね、お粥に投入しましたね。今日はかつぶし入れましたか？ね、かつぶし入れて、本だしをちょっと、本だしじゃないですよ、本つゆをちょっと入れさせていただいて。お粥好きになってきましたね。お粥、なんか一生お粥でいいかなと思ってきましたね。これはそれでまたやられますよ。いや、治りませんね。これ胃は気をつけてくださいね、これね。いいね。うん。ちょっとね、カレー食いすぎましたね。カレーね。ちょっとなんかいろいろ作業が多かったんでね。作業の多さ、カレーの食べ過ぎ、うん、韓国ドラマの見過ぎ、どれが一番可能性高いと思う？ああ、複合ですね。3本の矢でした、それが。はい。いや、全てが引き寄せ合った形ですね、やっぱりね。なるほど。作業が多いんで、やっぱりこう動きたくないと、動きたくないカレーを注文すると、カレー、あとこのね、編集とかやる方、これね、多いと思うんですけど、やっぱ編集後にね、バカ食いするんですね、人というのは。やっぱ編集ってのは小さなストレスの積み重ねじゃないですか、なんかこうね、積み木のようにこうね、自由自在に動かせるわけじゃないですから、うんうん、そういうことなんですね。よく噛んで唾液を出すんで、ありがとうございます、アルマキさん。ちょうことなんですよ。いっぱいグッズが出てますね。サンフレ3本の矢ですから。やっぱまだ、ミルワカといえばサンフレッチェ、うん、広島でもおなじみのところありますから。カレー、ね、カレー編集、ね。だから今はもう本当に、なんですか、やっぱり胃を動かすべくですね、もうエアロバイクを漕いでるわけですね。おお。はい。足だけエアロバイク。机の下用エアロバイクですね。うん、井上、まあ、モデルをもう出してほしいぐらいです、これは。で、ジム椅子とつないでるんですね、そのエアロバイクを。エアロバイクは足だけのやつなんで、グリップ効かないんでね、どんどん前に行っちゃうわけです、机の下で。そうしますとですね、こう、なんていうんですかね、いい距離感を椅子と保ちたいんです、一定に。ということで、私ね、バックルのベルトを使いまして、そこを拘束してます、椅子とエアロバイクを。そのことによってですね、いい距離で漕げるんですね。あとリクライニングにものすごい角度つけながらやるバイクをこいでサッカーを見る贅沢さね。もうこれはスポーツだと思ってます、私は。こういう、はい、エアロバイクに高速具を使ってるってことですね。そういうことですね、うん、そういうことなんです。エアロバイクをこぎながらサッカー見ながらブラインドタッチっていうのが、このなんていうんですか、中断期間の私のスキルアップの目標でしたから。いやー、なるほど、ね、はい。ついちょっと声がちっちゃくなっちゃった。あ、バレました。
あ、いいです、全然全然ハーフタイムですし。わ、アントラーズパズル欲しいな。夜の部分どうやって選ぶんだろうね。あ、でも、うん、あれじゃないですか、ピースの形今違かったように見えました。あ、なんか形で覚えたりするんでしょ。そうですね、試合巧者になると、はい、絵のないとこ無理じゃんってよく思ったけど。そうですか。子供の時にパズルめちゃくちゃやってましたね。パズル、うん、やっぱ好きなんだね、そういうのがね。入院が多かったんですよ、私。あ、そうだったですか。いや、持ってこいだもんね。そうなんです、やばい。パワープロプロ野球の音入ってきましたよ、先生。やばい、バレた。パワープロプロ野球って声してました、今。てかね、我々あのズームでね、お互いあの顔を見合ってますね。先生カメラ下に向けてますけど、ちょうどスマホの画面が映ってました今。パワープロプロ野球、カメラつけてたんです。そうですよ、顔見てます。あのちょっとね、画面が見えなくて、はい、あの YouTube の別の。ああ、全然いいですよ、声が聞こえれば。1本目ハイライトやってますね。うわ、ルーレットから鹿島いいですね、やっぱ強いね。あとはだから本当サイドバック上がって3枚で対処しきれないときどうすんのってぐらいですね。はあ、はあははあ、そこがかな。サイドバック上げたりとか両サイドバック上げたりする瞬間もありますけど、うんうんうん、んとそこ。結局広島戦ではその似たような形で、まあその時はまだこのダウンスリーシステムが完成されてもなかったんで、はいはいはい、まあ、それもしょうがなかったかなと思いますけど、攻め、ありがとう。鹿島だから攻め込まれる瞬間ってことをこの試合ではあまり経験してないんで、それが唯一怖いかな、はい、なるほど。あ、これもいいプレーでしたね。あ、いい連携、プロだな。いや、サッカー見てるな。本当ですわな。鹿島スタジアム行きたいな。行きたい。去年誰もいないこの鹿島のスタジアムの芝に降りさせてもらったんですよね。あ、ありましたね。やっぱグッときますね、ああいうのってね。ロッカーも入れてもらったんですけど、もうあれから10ヶ月ですよ。うわー、そんな経ちますか。はい、早いな。もうすぐ寿命だな、そう考えると。まさ、その日の夜の出来事覚えてますか。その日の夜、はい、その日のその日の夜はイニエスタさんが引退しましたね。はい、ええ、違う、イニエスタさんじゃないです。あ、イニエスタさんじゃない、トーレスさんが私はウイニングレブンやりながら寝トーレス配信というね、伝説のやりながら寝てしまう僕が寝るたびにトーレスが立ち止まる、いびきが聞こえるって配信をね、垂れ流してしまった恥ずかしい日でしたね。そうでし た、ね、昼間はしゃいだんですよ、要はここでこの景色を見ながらね。そうですね、そうかそうか、確かにそうだな。昼もはしゃいで、夜は、うん、そう、神戸突然見ながら、確かにしこたまのみね、ガンバ戦見てってくださいって言ってくれたんだけど、約束してたから ね、前々から、急に入った仕事だったから、それがね、鹿島さんが呼んでいただいた。そうなのよ。イニエスタさん、ごめんなさいね、ごめんなさい。まあ、ちょっとね、あれですよね。あ、2本目来ましたね。来ましたね、うん。やっぱこのプロ独特のこの背中の筋肉っていうんですか、かっけえな。かっけえな。かっけえんだよな。勝也。長戸、うん。まあ、ほぼメンバー変わんないっすかね。まあ、後で出てくるでしょう。待ちだ。やっぱり。いいですね。アラーノの太ももがやばいですね。やっぱね、
やっぱり先生、本番想定であと15本ぐらい行くんかね、みんなね、1本目のメンバーが。合計その4本あるから、基本は行くんじゃないですか、うん、まず、そっか、そっか。2本目まで。ある程度、鳴らしときたいところでもありますもんね。そうですね。友人のアントラーズサポから、うん、アントラーズのクラウドファンディングしてみましたっていう LINE が今届きまして、あ、なんかその話をさっき小泉さんがしてたんでしょ、ね、ちょうどねやってましたよね、うん、うん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 、どういうお話だったんでしょうね、コメント欄で教えてください、音聞いてなかったんで。お昼ご飯は何を頬張ったんですか皆さんはね、ねえ、うん、お、メルボルンからもね、大月明乃さんに今日も見てもらってますね。暑いっすか今日もね、コアラがねベンチでグタッとしてますか今日は、暑いからコアラがねスイカバー食べながらサボってますか、マーチ行かなかったいつもマーチしてるわけじゃないですよコアラは。コアラマーチする生き物じゃないですかね先生、チョコ、ね、割ってもチョコ入ってないですよ。まあね、僕としてはチョコ入ってない方がありがたいんですけど乳製品だからね、お肉だと思いますよ。まさん、うん、はい、季節は逆ですので明日が冬至。あー、ごめんなさい。そうだよね、クリスマスイブにサンタクロースがサーフィンしてくるんだもんね。あー、失礼しましたね。そうか、バカを露呈してしまいました私今日もね。根本的バカをね露呈してしまうんですね。まあでもやっぱ我々のところがあまりにも暑いですからね。そうですね、いやー、これ夏が来てるな。私、夏が来たということでね、今年は先生、はい、やっぱ夏になるといろんなねこう消費活動とか活発になってするじゃないですか世の中もね。はい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 、なんか今年は何々やってみようとかさ、うん、私最近ねあるものを買ったんです。あら、遮光カーテンです。やっぱ配信のねためにこうね大事じゃないですかやっぱりね。え、夏はもう配信祭りだってことで引きこもってやろうと思いました。そうですね、いやそれ出たいですよ、それ出たいですけどもね、まあ、本当出れないんであればということですか。まあそうですね、うん、私は出たくないですね外に。出たくない、うん、とはいえ僕ね出る仕事が何個かありまして、まあそれはね出てるっちゃ出てるんですけど、やっぱ疲れますよね、うん、疲れるね、間違いなく疲れる。本当だから、それもあってちょっと体調崩してるところもあるんですよ。出たら出たで張り切って動いて歩いて帰ってきたりとかしたら、すげえ飯うまくてめっちゃ食ったりしたんですよね。それだな。いやいやいや、やっぱりこうなんですかね、繊細な メンタリティというかね、繊細なクリエイティブにおいて頭使いすぎてこう胃腸に影響来てるっていうのもあったりとか、あとはなんかずっとこう長年こういろんなこうイメージを描きすぎてこう胃腸が繊細になってるっていうのもある。ああまあまあまあ、うん、それはね、それかもあるし、あのすごい長い間歩いて帰ってきて帰りにチキン南蛮定食すっげー食ったのもあるぐらいですかね。それだな、それだな、絶対それだな。この間チキン南蛮食ったとき、その後カレーも食ってたりするから、それだな。チャンス、マジでチャンス。おお、ごまかしたぞ、ごまかしたぞ。2分57、8、9、3分、3分、それか、それか、それだったか、先生、ドクター。ドクターに言ったらすぐわかるわ。しかもチキン南蛮とカレーってめちゃくちゃ油かける油ですからね、よく考えたら。そのですね、私そういうあのモードに入っちゃうと確変入っちゃうんで、次の日もあのなんかね中華定食みたいのを食っちゃいましたね。油じゃねえか、油だけを食べていたいとかあるんでね、全てが許すならば。申し訳ない。まあしばらくおかゆです。いやそうだ、親子はおかゆですよ。本当に
もうこの倒れてた選手が安藤瑞希だってことを認識するまでに若干の時間を要するんですけどね。はあはあはあ、そっか。セレッソにおられた。そう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 。思えば安藤とあとは今仙台って山田の2人は、はい、まあ、今年それぞれ仙台とね、この町田で活躍することになるので、セレッソ U、セレッソでもセレッソ U23 での活躍もなくなるから、はい、まあ、セレッソ U23 でも活動なんだろう、あれすることはないんですけど、安藤くんめっちゃいい動きしてるから心配や。張り切りすぎちゃってってこと？怪我とか疲れとか？怪我には気をつけてほしいですよね、全員。そうですね。いや、中が一人ではなーってサロメクさん、なるほど。良きクロスだなー、ね、あ、ちょっと声質が変わりましたね、先生。変わりました。ね、声帯に機械詰めました？あの、うん、イヤホン外しました。ああ、OK です。大丈夫ですよ。唐揚げ弁当を食べてますが、スリーさん、うらやましい。ハンバーガーを食べています。いや、いいですね。あ、いや、ご飯食べたいな。ね、コンビニのぶっかけうどん、頬張りました。ああ、いいですね。だるま屋さん、豚骨醤油ラーメンと豚丼のセット、唐揚げ付き、いいですね。胃が終わりますよ、さすがに今でも食べたいとは思わなかったですね、やっぱ胃が。羨ましいです。カップ麺とチャーハン、あー、マイルド。焼きたて食パンのトースト、ゲート玉さん。なるほどね。すごい。オーストラリアは、明日が夏至だそうです。はぁ。5万円でスタジアムに自分の名前が残るんですって、クラウドファンディング。そうでしたね。うーん、いいよね。すごいですね。1000万円でヘリコプターでスタジアム行って試合見られる。はあ、なるほどね。あ、無観客試合だけど上からヘリで見れるの、すごいですね。まあ、密ではないですからね。そうですね。結局でもダゾンでも見るんでしょうね、ヘリコプターから。ちゃんと見たいからね。そうなるでしょうね。なるほどね。はあ、でも今こそそういうね、なんか方からお金をこう合法的にね、こう理にかなう感じでいただきながら、それやってるってことも商品になって話題にしてくれたら、またそれはいいビジネスですよね。見る赤でも何かやりたいですね。見る赤でもね、見る赤で何するんですか。町田町田と小田がそれぞれ今イエローもらってますね。試合内で、うん、ワンタッチオブワンタッチ。いや、ワンタッチですね、ほんとね。エッチスケッチワンタッチ。1日で2000万円いったみたいですよ、カシモ。すごいね。はあ、あと鹿島のやつはあれですよね、うん、なんだっけ、税金のあのふるさと納税のやつも入ってる。はいはいはい、あ、入ってる。そう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 、ふるさと納税すると鹿島に行くの。そうだから、地元に、自分の地元に税金を納めるんじゃなくて鹿島にその分行くっていう。だってそれは、だってそれ行政の話でしょ、チームの話。まあ、ある意味、ね、ある意味なんかあるんですね、そういうのがね。もう詳しくふるさと納税は分かってないから、うん、だってふるさと納税ってだって行政に納めるもんでしょ、だって、うん、うん、その一部がってことなんですかね。なんか今のバニッシングスプレーはなんかボールを置く場所だよっていうよりも、ここら辺までがアツトさんですよっていうそういう生き方でしたね、なんか。あ、そうですか。もうミサオと安藤喋ってます。
よっしゃー。今ちなみに8分49 50です。ちょっと早い方戻したりとか、遅い方は上げたりとか、上げれないよっていう方はどうしましょうね。こっちが落としますかね。一応こちらの感じだけ申し上げております。先に言うなよって方はちょっとコメント欄に言っていただければ、なんか言わないようにします。エベラウドのヘッド良かったですか。水元はずっとついてましたね。エベが外しきりました。なるほど。長戸が手を挙げることによって俺が蹴るよって示しつつ、パーラーノがまあね、振り蹴るってことやりましたけど、それでもずらせなかったから水元の集中力は相当高いんだなってこともなんとなく分かりました。なるほど。おー激しい。おーいいですね。平戸関川、合わなかったですね。名護くん本当ね、たこやぎさん、年パスの払い戻ししない場合、寄付扱いになって、それで税金控除するチームもありますよってこと。はははは。年パス買ったけど、お金返してくれなくて大丈夫ですよ、寄付にしますって宣言することで、税金が。はははは、なるほどですね。まあ、でみんなサッカーを応援したい人ですもんね、それはね。うん、なんかうちも会社で税金のあれするためになんかできねえかなって思ってます今言い方悪かったな、ちょっとできねえかなっつって悪い社長の言い方でしたいやそりゃそうですよ国に税金なんか払いたくないですもん。ピー、個人の感想ですからね。僕は払いたいです。僕は払いたいですよ、うん、僕払いたくないですうわ行くね。でもここは厳しいんじゃない。そうですね、水元はもうエベ読んでますもんね、見る限り。右で蹴るのか左で蹴るのかっていう、多分その2択だと思うんですけど、その2つに関してはもう癖みたいなもの見抜いたようにも思います。ミサオ、内田、アラーノ、今タイミングを測ってましたね。誰が裏に抜けていくのかっていうものと、ちょっと2人、3人で合わなかったですけど。これちょっと鹿島の形かもしれませんね。あのサイドバックが左、あのハーフスペースに入ってきて、もともとの中盤の選手がサイドに開いて、そこからバックでパスをもらった上で中央へと進入するパスを送って、フォワードが決めていく。なるほど。でそうするとサイドバック1枚、またプラスセンターバックもう1枚を剥がすことができるんじゃないかっていうのが一つ、鹿島としての狙いでしょうか。流動的なんですね、そこはね。バルセロナのメッシじゃないですけど、長戸が左サイドを本当にめちゃくちゃ歩いてる姿をよく見ますね。休んでる、爆発力のために。うん、というも気配消してる感じもあります、ね。ああ、はあはあ。後半になって鹿島のいい守備が多くなったかなというサロメクさんということですけれども。長戸がだからライン外にいることも結構多いですよね。確かに今もいますね、あれね。ギリギリの位置でボール得たろっていう、トラップしたろっていうの、疲れちゃったかどっちかですねまあ前半からやってましたからね、うん、ね。そろそろでもまあぼちぼち交代の感じもあるかな。まああるでしょうね、うん、
これはでも2本目とかだから前とつながってるとかじゃないから交代は自由なんですか、これ変な話。まあそうですね、どうなんでしょうね、うん、でも、まあ、常識の範囲内で交代しようみたいな感じなんですかね。そうでしょうね、うん、落ち着きがすごい鹿島側、うん、そうですね、うん、なんかこうね、一人多い局面では全然ディフェンスでも焦らないですもんね、2対1とかになってもね。そうですね、多いしこっちみたいな。あと単純1対1のデュエルとかだったら基本負けないし、あ、そうですか。もしくは奪い取れるって自信がある分焦ってないから、うんうんうん、町田としてはその焦りがないチームっていう、これ怖いでしょうね、うんうんうん、オーラ的にも怖いでしょうね、うん、これやっぱり名護泉のサイドはいいかもしれませんね。右サイド白崎とか白崎良平とかそれこそパンアラノとかよりかは名護泉の方がちょっと面白いかなと現在思っていて、この現状のその鹿島のオフェンスのシステム、そのサイドのサイドハーフの選手が高い位置でその起点になる、しかもサイドで起点になるってことが多いので、するというよりボランチ的な配球力ができる選手が必要になってくるから、はい、名古屋もともと鹿島でボランチもやってますし、うん、泉はちょっとこのポジションでもできる選手なので、なるほど。その2人がサイドの高い位置で起点を作るっていうふうになってくると、2つ起点ができるってことですね。はい、スムーズになってくるんじゃないのかな。うん、あ、入りましたね、小泉K。ネオシルバーアウト。うん。おっと、狙ってましたね、ハーフスペースをね。いや、いいですね、ギリギリついていくってのがこの要求の高さがいいですね。なるほど、圧とか長く前に張ってますねっていう。あら、藤枝デカ盛り氏がエグいの決めましたよ。ああ、本当、今これも甲府やってんですよね。甲府の藤枝が1位、これでエグ盛り氏、エグ盛り氏今日は暑そうだな、本当にこれね、非常に冷えた部屋からお送りしております。あ、まさに冷房にやられたとかないですか。あ、ありました、あります、それもあると思います。ああ、いろいろですね、冷房か過労か辛労か、あとチキン南蛮とカレーをね3日連続で食ったんですね。これだな。捕まっちゃった。複合です、複合。アラーノがしかめ面でしたね。はあ、まだやんのみたいな。そろそろコンディション的に変えてほしいなっていう選手もいるでしょうね。いるでしょうね。良くないもう。まあ、エベラウド外に釣り出してしまえば、ちょっと中でのフィニッシャー役はね、ツートップじゃないんで、ちょっと厳しくなりますね。うん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 、町田もちょっとディフェンスが落ち着いてきてるのが見てても面白いですね。まあ、水元がエベラードに対して、まあ、ちょっと干渉したってのは今のところは大きいでしょう。あくまで今のところですけど。うん、ん？これは？交代なのでは？しょうまどい？
同意しょうまと多分ファンアラーノじゃないですか。よかったですね、ファンアラーノ交代することができました。アピールしてましたね。ね、実りましたね。うん、か、15分のまでの約束なのにちょっと長くなっちゃってたかもしれないですね。ちょっと給料出してよ、みたいな。もう一人変わったと思うんですけど、誰だったんだろうな、あれ。誰でしょう。3枚交代なんていうコメントも来てますよ。あ、ゆきとし？サイドバック変わってますよね。39番。サイドバック変わってますよね。こんな髪長くないですもんね、うちね。うちね。うちの髪伸びた可能性ありますね、これ。犬飼か。あ、犬飼選手だ、39は。サイドなんだね。あ、広瀬。あ、広瀬選手か。町田は行くんですね、1試合分。どうなんだろう。町田行くんじゃないですかね。やっぱそこはどこまでやれるか見たいとかもあるでしょうね。あ、関川、犬飼、うん、アラーノ、土井、はいはい、誰かと広瀬、誰かと広瀬、犬飼、広瀬と土井が入りました。でもウッチーと広瀬ですよね。そうですよね、うん、そうだそうだ。だな、左から長戸、町田、関川、広瀬という4バックにボランチが、小泉と三沢、右のサイドハーフは名護、うん、左サイドハーフは、泉のままで、まあ、シャドウの位置に土井翔馬が入り、ワントップはエベラウドのまま。町田いいですね。町田そうですね。来週も本番っすもんね。うん。ちょっと早く始まるんだもんね、鹿島よりね。ギア上げてる。うん、これの交代しないっていうのも、まあそういうとこかもしれないですよね。ちょっと本番そうでしてます、ね。うん。いいですね。町田なんか見てて面白いっすね、やっぱりね。去年より。来週も楽しみだな。ねえ。なんか、あれかな。ボーナスとか出るんじゃない、この大事だよって言って練習試合とはいえ、これ出るんじゃないですか。藤田ボーナス出るんじゃない、僕のポケットマネーで買ったら1人2億円ねっつって、かっけだと思って見てみましょうよ。そう思ってみるとうなずけますよね、このインテンシティの高さもね。いや、そうっすね。え、 MVP2 億円でしょ。 MVP2 億円プラスアベマ TV でのレギュラーです、ほらいらねえな。MVP 取りたいからもう打っちゃうのよ、あそこから MV レギュラー番組欲しいから。打つ意識高いな。いやですね。今のもいいシュートでしたね。やっぱやっぱ先週の、ね、あ、レオ高い。シュートの意識が残ってるから。はいはいはい。これで決めてるじゃないですか、先週も。決めてますよね、ミドルをね。シュート高いっすよね。しかも、はいはい、よくある日本人あそこでふかしやすいですけどね。うん、うん、そうですね。しっかり抑えた。え、あれの位置で決まるようになってくるんだったら、バスバス行くんじゃない、この人。いや、見たいっすね。町田のジェラード。いや、ミドルシュートでかいぞ、ミドルシュートさんがジェラードって言っちゃいません、なんか。いや、わかりますね。新生世代だと誰なんだろう、ミドルシュートといえば。今のミドルシュートは誰なんでしょうね。高いね、相変わらず短パンをブリーフ状態にしてます、ね、ああそうなんだ、へえ、かわいいっすね、レオちゃんスタイル。だって露出一人だけ多いっすもんね、明らかに太ももが邪魔なんですかね。邪魔なんでしょうね、陸上選手みたいな感じですもん、ね、ああ確かに確かに、ああ分かりますね、 あれが高いなんだっていうのがね、うん、ムチッとしてるのが高いですね、ムチッとね、うん、うちっとしてるのが高い、一番ピッチでロン毛だなと思われるのが犬飼ですね。なるほど。犬飼選手すごい伸びたんですね、髪の毛ね。
あれですかね、自粛してる間は髪を切らないって決めていたのかもしれません。そうですね。か、ずっと失恋してないのかもしれないですね。おっと、ファール？お、フリーキック、鹿島。ロッテのレアードがパリーグ1号ホームランを打ちました。おお、パリーグは出てなかったんですね。思えばね。ほうほうほう。今やってですね。そうなんです。昨日の夜だったんですけど、うん、開幕は。今日と明日の土日は昼にやるので。ふんふんふん。うん。犬飼いだけは分かりますね。そうですね。毛量が。おっと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 。すごい犬飼いはやっぱりマークされてますね。うん。お、マジカウンター。ナイスケア、鹿島。今ちなみにこちら24分58、9、25分です。そうっすね。ほんとそうっすね。あ、お水タイム？あれ？変えます？鹿島、大量に。変えますかね。そんな感じですね。綾瀬、染野、荒木。綾瀬？あの金髪の子、綾瀬なの？はい。どうしたずら？どうしたずら？いつから？この自粛期間中に。あ、そうですか。うん、ジャニーズの子みたいになっちゃったね。だから長戸に変えて山本シュート、うん、エベラウドに変えて多分ソメンの子、うんうんうん、お泉か名護に変えて綾瀬。やっぱり土井翔馬はまだ出たばっかりですからお水あんま進んでないですね。そうですね。あ、てか土井翔馬が多分2列目落ちますね。おー。で、ツートップが本当染野と綾瀬になるでしょうか。ほう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 。で、右に荒木ですかね。なるほどね。出てきましたね、若手が。来ましたね。前線はみんなこれで変わりましたね。うん。綾瀬ちょっと太ももがたくましくなりました。そうですね、そんな感じしましたね。うん、やっぱりウェイトトレーニングの賜物ですか、この期間のね。ね、太ったとかじゃないといいですけどね。ね、そこはプロですからね。昨日明らかにマンチェスターユナイテッドのディフェンスライブ太ったなってのはもう丸見えだった。ええー、本当？うん、あらま、やっぱりね、ヨーロッパ人はなかなか自制聞かないじゃないですか、そこは。ね、マグワイアなんて、元から100キロあるのに、うん、お前絶対に太ったよな。へぇ、ほんと。へぇ。多少はね、多少は可愛げでね。うん。これで、スンテと町田、ミサオの3人だけですか、これで。前線ですね、じゃあね。スタメンでそのまま残ってる。おお、ほう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 。念のためフォーメーションも確認はしますが、多分左土井右荒木になって染野綾瀬ですよね。ずっとね、確かに。秋元が出ていく。サイドバック両方とも高い位置を取ってミサオが下がりましたね。はい。リンクマン、ドイ&
荒木。バックスピン。グリーンカットパス。染野選手も楽しみですね、ちょっとね。そうですね。うん、だいぶググッと若くなりました、前線がね。課長は序列低いですね、めちゃくちゃ。そうですか。うん、こう見ると。いわゆる今出てきてるの序列2番手組ですから、うんうんうん、このままいったらやっぱ杉岡は、まあ、3本目、4本目の左サイドでしょうから。しかも山本修斗今出てきたってことは多分2本目のこの途中から3本目みたいな感じだと思うんだよ。ほぼ杉岡定番4本目かもしれませんね。そっか。あ、杉岡怪我か体調不良。うーん。そうなってくるとちょっとやっぱり再来週出てくるってことも考えづらいでしょうね。なるほど。ちょっと杉岡選手はね、ここのところ整わないですね。ちょっとそうですね。ちょっと去年のハードワークは効いてるんですかね。まあ、このままいったらでもちょっと問題ですよ。あの菅は確かにいますが、守備的な選手を求めたいっていう風になってきたときに左サイドバックそんなに多くないですから。長友、東京オリンピック長友まあキャリアのためにもね、上げていかないとね。そうですね。うん、一番ん？あれ？あ、これ山本修とか。上がってきましたね。気になったのが、はい。キッカーが染野だったんですよね、コーナーキック。ほう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 。キッカー任されちゃう。そこっていうかな。ミサオが蹴ってるんでしたっけ、いつもね。ん？ミサオが蹴ってる。いや、普段蹴ってるのは、うん、まあ、長木とか、あとは長戸とかですけど、アラーノとか。でも、この今のメンツで考えるんだったら、やっぱり、荒木良太郎、土井翔馬あたりに蹴ってもらいたいところでもあると思うんですけど、それでも染めろってことは、それだけプレスキック上手かった、もしくは上手くなったっていう状態なんでしょうね。うん、お、4枚替えですか、アゼルビア。いや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 、来ましたね。ついお兄さんたちやってきましたね。そうですね。3人外人ですか。中島、中島以外は橋村龍ジョセフ、あと2人見えなかったな。誰が出たのかが気になるんですよ、どちらかというと、ね。うん、でも安藤は交代でしょうね。チーム若手かな。でもあれですね、太ももが見えたってことは高江亮はいましたね。まだいますね。うん、うまい、うまい。あれワンちゃんですよね、今のサイドで。あ、そうですか。もうちょっとね、映像が荒いんで、もう誰が誰かわからないですね。そうなんですよ、ね、映像が荒いのです。ちょっと大きくして見ちゃうと余計わかんないかもしれないですね。今私画質、はい、1080の HD で見てるんですけど、うん、それでもわかんないですか、ね。うん、マソビッチ入りました。ジョンチュン君に変わりまして、かつ変わって酒井。あ、酒井
ないか。吉尾に代わって橋村。ちょっとあれだったのかな。競り合いあった時にちょっと足気にしてましたから。うんうんうん。開幕直前2センチ6ヶ月だったジョン・チュン君がここまで走り切ったのは大きいですね、という。そうですね。ああ、そっか。嬉しいですね、それね。仕事先からこんにちは、ゆうやさん、こんにちは。あと残り10分超ですか。そうですね。暑いから今日日本でやめようって言うんじゃない、これ終わってから、両監督。こっから本当あれですね、3本目4本目はその松村雄太選手とかですか、うん、そうか、うん、若手組がね、バシバシ、はい、で今最後出てきたメンバーもちょっと継続だったりとか。そうです ね。お隣の DIY は椅子を組み立てているんじゃないかってことがなんとなく聞こえましたね、今ね、カチャッと。結構隣の声しますね。しますね、うん、結構防音整ってるんですけど、そういう中音質でね。おーっとシュート、枠いってましたね。山本シュート上がってきますね。ないですね、うん、お父さん喜んでますよ、シュートって名前つけたんですからね。夢叶った瞬間何回叶うねんっていうね。まあただ山本シュート選手ヘッドが得意なんですよね。迷ったんじゃないですか、ヘッドとシュートで。シュートさんはあそこにいてくれるのが最高っていうね、トミケースリーさん。うん、杉岡みたいですね、確かにね、杉岡選手。お隣さん、隣の住人めっちゃ独り言多いなぁ。思ってるかもしれません。僕前住んでたとこものすごい前っていうか、こう芸人さんになった頃ね、はいはい、ほんと3万円ぐらいのアパート住んでて、すんごいすんごい壁だったんですよ、全て聞こえてくるような。はい、あの隣のやつが携帯で喋ってる声がうるさくてさ、ほんとイライラしてんだよねって、隣のやつが喋ってる声が聞こえてきてました隣のやつの電話うるせえんだよって、隣のやつのやつが電話で喋ってる声が聞こえるんですよ。ね、だからもう同居人みたいな感じでしたけどね、その時はね。嫌だなぁ、それは。そうですね、どちらのチームも守備はハマってる感じあるのと、あとチャンスメイクっていうところまではいいんですけど、ペナルティーエリアの中でのちょっと決定的な仕事はちょっとやれてないですね。うん、さっきの山本シュートのシーンとか、あとその前の高江亮とかのシーンもそうでしたけど、あのエリア外からのシュートはなんかいい感じ決まりそうな、その雰囲気性を見せてますけど、エリア内でのシュートはちょっと確率性が薄いなっていうのは、うん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 、この間の金沢岐阜に似たような感じでしたね。そうですか。奈良はどうしてるの。そうですね、奈良杉岡の遺跡組がちょっとなかなか、まあでも遺跡でだからちょっと取った組がなかなかってのはあっても、もう一枚取ったね、長戸が機能してるってところと、あとは関川が出てきたってところで良かったとも言えるかもしれないし、怒られるかもですけど、僕平戸のゴールが見たいんですよ。町田のね。はい。恩返しゴールがね。やっぱり鹿島に失格の烙印出されて移籍したから、気持ちの入ったゴール見たいです、確かにね。見たいですね。
ポポさんが監督なのに守備がいいなら何の問題もないじゃないか。まあ確かにね。もともと守備的な監督だってのはありますもんね。なるほど。守備に問題があったってことが言いたいんじゃないですか、東京の時は。あ、そうなの？そういう意味じゃないの？これ多分攻撃的な監督だから、それで守備もいいな、それで守備もいいなら完璧だっていうことが言いたいんじゃない多分。あ、そうなんだ。ことぶき、ことぶきちゃまは。そうなんだ、そうなんだ。すごいね、 J リーグの公式サイト行くとそれぞれのリーグが再開するまであと7日3時間12分4秒とかカウントダウンしてるんですね。時計表示あるんですね。J1 は14日3時間11分54秒です。あと、はあ、ちょうど来週なんだね。 J2、J3 は、 J1 は再来週と。あ、J リーグでポポさんってそうだったんだ。海外で多分逆だと思うんですよ。まあ結果の話も大きいんじゃない、やっぱその東京サポーターのこうなんかこう印象として。そのあたりちょっと勉強しとかなきゃいけないな、監督別は。ポポちゃん、ちょっとでも町田ちょっと魅力的ですね、確かにね。あとは本当両チームともネットですね、揺らすところが見たいですね。なんですね、確かに。ワイルドですね、犬飼選手は。ちょ、髪切ってほしいですよ、ね、本人もめちゃめちゃ嫌がってますもんね、髪長いのね。まあ、2週間ありますからまだ。そんなあの お家のすっぴんの状態で言われてる女優さんみたいな感じですよ、気持ちは。まだ本番じゃないのっていう。ピラトフリーキック、これ見ましたよね、よくね。この位置からのフリーキックから味方が決めるパターンは。いや、こぼれた。硬いなぁ。こぼれた。パンチ、どうする。もう一回右から作るかなぁ。おっさん、守り硬いですね、やっぱりね。ゼルビア対ヴェルディなんだね、6月27日は ね、 ね、アウェーでヴェルディ楽しみだね、その対戦もね。ヴェルディなんかまだ分かんないもんね、どういうサッカーするかね。どういうサッカーするかっていうか、まあ決まってるけどさ。まあね、まあ、J2 はただ開幕戦一回見てるんでね。まあそうだね、うん、そうかそうか。3枚でディフェンスですね。あせ、ちょっと得点はないかもな。43分、あー間もなくですね。前半のあの内田長戸からのその両サイドからの
いい攻めありましたけど、うん、ちょっと似たような瞬間はその後出てきてないのもあって、クリティカルな局面で相手を刺すことができてないから、うんうんうん、なるほどね。よっぽどなミスとか起こらない限りはちょっと厳しいかもしれない。守備の確認はでもお互い良かったんじゃないですか。良かったですね、うん、ディフェンスは。ゼルビア・ベルディなんて殴り合い必死じゃないですか。面白くなりそうですね。まあね、各所ダービーで始まるってまたいいですよね。ねえ。44分30秒、うん、今こっちは40秒になりました。2、3、4、5。浦和戦ではねこのタイミングでぶっ込んでましたもんね。町田は上位チームとこれだけやれたってのは、うん、ねえ本当ですね、うん。川崎にしてやられたってなったけど、ちょっとメンバーもしっかりね見てるわけでもないし、映像ある中での2試合で考えたら、まあ、2-1 と 0-0 ですからね。これは、はい、まあ、川崎戦入れたとしても 2-1、0-5、0-0、まあ、勝ち点、うん、上位チーム、J1 上位チームに勝ち点4ですか、確かに。そうですね。でかい話ですね。自信持って入ってきますね、シーズンにね。うん。町田は J2 初戦勝ってんでしたっけ。引き分けじゃなかったですか。引き分けでしたっけ。あとただ、まあ安藤選手入ったりだとか移籍組いますからね。アディショナル何分なんでしょうね、これ。そうですね。大体2分、3分が多いでしょうけど。終わったっぽいですね。終わったかな。うん。2本目終了。いやー、お疲れ様でございます。ゼルビアには本当にワクワクが止まらないですね。という、ね、ホセーロさんからいただいてますよ。じゃあちょっと、あとは3本目、4本目、またメンバーも特にね、ゼルビアの方はスタメン組だった7、うん、残り7人ですか、うん。はもうここからガラッと変わったりするんでしょうか。まあ、でしょうね。うん。うん、まだメンバーが大きく変わると思いますけど、うん、3本目4本目でね、またそのいわゆる控え組がどれだけこう得点に絡んでくるかがでかいと思うので、うん、まあ、そのところにも皆さんちょっとご注目しながら見ていただければいいんじゃないかなと思います、うん、はい、放送はここまでということですね、我々は。そうですね、はい、我々は面白かったですね。ありがとうございました。ありがとうございました。町田、うん、はいい調整ができてそうですね。あ、確かに。そっか、次今度長木選手出ますね、鹿島で行ったら。おお、そうか、まだ出てないもんね。うん、春山選手が出てくるのかな、町田。まあ、前回もね4本目で出てきましたから、うん、まあ、出てくるでしょうね。なるほど。いやー、もうこれいよいよ始まるって感じが、コンディションからもね、伺い知ることできますし、やっぱり J2 の方が1週間調整早めてるっていうのが伝わってくるようなね、内容でしたね。いや、ますます楽しみになってきましたね。これでリーグ戦本気度を上げて、早く見たくなりましたね。そうですね。うん、で、リーグ次回は、明日はライブ配信等々ないので、はいはい、明後日月曜日のマンデーライブとなります。うん、はい。あとは、その後は、まあ、ライブどっかで木金あたりでまたやるとは思いますし。はい。あとは状況をスケジュール次第でまたね、 J2、J3 のその開幕再開戦、はい、また来週とか見ることできたらと思いますので、うん、またそのあたり皆様よろしくお願いします。はい、ということでね、またお会いしましょうということで、今日はありがとうございました。この時間にね、素敵な週末をお過ごしいただきたいなと思います。この週末は何かあるんですか、プロ野球とかも。あ、もうあの、うん、今やってます。今やってるし、たくさんあるわけだもんね。そうですね。スポーツが戻ってまいる。F1 は再来週です。あ、そうか。ああ、そうですか。はあ、はあ、なるほど。いろいろ戻ってくるということで、楽しく参りましょう。はい、いやー、じゃあ、ご飯でも食べちゃおうかな。
消化のいいものを、皆さんもね、いろいろご注意ください。まだまだ週末を手洗い、うがい、そしてね、エアコンのかけすぎ、そして冷たいものを飲みすぎ、ね、そしてカレーとチキン南蛮を一緒にね、3食食べたらちょっと胃がくりますんでね、気をつけてください。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、それでは井上麻でした。飲みゆく佐藤でした。皆さんありがとうございました。それではまたお会いしましょう。ミルクサッカーアカデミー同時視聴生配信でございました。さよなら。ありがとうございました。